世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を。初めにかけてドラッグ設定ミスってて船長にめっちゃ怒られたことがあるあの佐賀から出るあのねこれで5ぐらいめっちゃ走りました硬すぎて怒られたんすか、まあね、硬すぎて怒られたんすか緩すぎて怒られたんすかいや緩すぎて目に引かれてそれからドラッグを決めて切られたなるほどまあ船長もあんま怒るいや、怒ってください。ダメやった。この間の僕が8位。何やってんすか、OK です。何やってんすか。できました。ありがとうございます。試験ビズやろうか。試験ビズの今日、ライト目の差を。試験ビズ。試験ビズのボックスは？はい、これ投げてみようか。どういう関係なんですか。自分は中村さんのところ の、 あのポンドですね。フィッシングバーポンドの中にある冒険用品の福岡ブランチを手伝わせてもらってて、はい、あ、それですね。あの店にいるんだ。そうです。日曜日だけですけど、はい。ポンドも早くちょっと、すいません、準備してらっしゃる。そうです、はい。中村さんですね。はい、よろしくお願いします。今日メンツが面白いわ。店長、これちっちゃめのルアーはこれでしていいですか。それぐらいでいきます。これぐらいでいきましょう。中村君、平松さん初めて。全然初めて。これ何もしたかも。2-0。これも偉いことになるよね。偉いことになりますよ。で、言う話を。あれ、ピーコックぐらいの。そうなんですね。うん、あ、すいません、ありがとうございます。でかいピーコック。でかいピーコックどころじゃないと僕は思ってますけど。でかい、僕まだでかいピーコック作ってないんで。大変なことになるんですね。2-0。走らせちゃいけないから。
ございます。よろしくお願いします。水口と申します。赤羽と申します。赤羽さん、はい、今日どんな釣りをするか、今日は平政のキャスティングとジギングと両方、はい、なるほどなるほど。でキャスティング主体で行こうかなと思ってますけど、はい、状況次第ではジギングも、うん、はい。キャスティングっていうことは表層ですか？そうですね、トップウォーターの。トップウォーター、はい。これ平政のトップウォーター面白いですね。面白いですね。今は、はい、あの平間さん何かあるよ、ベイトがシーラです。シーラと、あとシャローにいるキビナゴも一緒に食べてます。キビナゴもちょっと大きめなんですか？そうですね、ちょうど天ぷらにして美味しいです。あ、はい、そうなんですね。で、おとといも出られて釣れた、はい、そうですね、おとといは22キロ後半ぐらいです。22、はい、22にかかったらちょっと偉いことですね。まあ、タイミング的にはいいタイミングかな。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これでもいいよね。まあ大きいですよね。
ったね、やった人流しで、ガンマ、上で投げ寄っていいですからね。はい、はい、投げます。辻は見てください。お父さん、ガンマ前組120。めっちゃ飲んでる。よいしょ。はい、はい、はい、やったー。はい、はい、はい、すごいっすね。おお、違う、もうちょっと、違う。オッケーっすか。ちょっと気が汚いっすね。洗いましょうか。それぐらいが美味しいんじゃない。食べる。美味しい、美味しい。これフンじゃねえか。これはフンじゃねえか。いい。でね、そのこれ言うやけど、投げるから。擦れてる感じじゃないですもんね。あー伸びてるねこれ。あー巻き切れんかった。リーダーがね、リーダーが伸びきれてるねそれね。すごいっすね。何歩だった？立ち位置が難しいですね。
ジグもキャストもどっちもいけますから、マジで。ちなみに発売はいつ頃になるんですか？全然行かれましたもん。ああちょっと間に合わなかったんですよ、なんか手が。よかった、よかった。はい。おーい。すぐ当たってます。突然バンって出てきた。そうですね。ついてくるとかじゃなくて。じゃないですね。渦ができましたね。あれ危ない。うわーって出て、もう高くったね、あれね。あれ、
あれ多分 根から外れたんだ。カコンってカクンってなって。ああ針が外れたんだ。と僕は思ったんですけどね。あれに一回引っかかって。また乗った？おっしゃおっしゃ。ケンベス？ケンベス外った外った外った。おお来た来た。手前に来たら、ジャンプ行くんで慌てないの。手前に来たら脇に当たるの。脇は緩めない。脇は緩めない。で、最終的にやるとこがあったんですよ。倒された。倒された。倒された。おー、はい、やらくなった。倒されたら大丈夫ですか。倒された、この倒された。倒された、倒された、倒された。さあ、進みましょうか。もうちょい巻いて、もうちょい巻いて。サメがいるから、ちょっと急がれて巻いて。そこまで。よいしょ、キャッチ。おめでとう。気をつけないよ、気をつけないよ。しちゃう、助けはあるよ。夕方5時で、でもうこれで戻らないと、福岡博多まで1時間半かかるから、これもう最後の1投2投みんな投げてる。あでもみんな釣ったからね、僕以外。よかった。
そうかも、そう、確かに確かに全然俺、触りもしなかった、今日まあ、寝てた、また来てくださいってことでしょう。まあ、この後釣れるイラがある、いや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 、ちゃんとノーカーブ、もう全然ダメです。まあ、この後2投投げますね、エンディングで。それではGood night.